五島ライフクリエーションでは利用者が仮に2500人とした時にレンタルから販売になったケースって県なんですよ。県。なるほどな。どうも福祉用具屋の後藤です、今日もよろしくお願いします。後藤さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。前回の動画結局どうやったの？評判良かったの？はい、いやめちゃくちゃ良くて、まあ、内容も評価も結構高かったんですよ。あ、そうなんや。で、再度やっぱ後藤さんに出てもらうってことになったんですよね。あ、そうですか。かしこまりました。まあ今日は何喋ります？いや、今日は2024年の4月から福祉用具のレンタルか販売かっていう選択制がスタートしたじゃないですか。3ヶ月まあ経過したんですけど、まあ、その辺実際どうなんかっていうのをちょっとお話しいただきたいなって思いまして。なるほど、それはいいよね。なんかみんな自分の事業所の動きは分かるけど、よその事業所が実際どうなのかとか、よその市町村がどうなのかとかって多分みんな知りたいやろうしね。そうなんですよ。なんかその辺の情報をやっぱりね、他の事業所は知りたいなって思ってはるんじゃないかなって思ってまして、うん、でちなみに今日は、まあ、僕がちょっとデータを持ってきてまして。あ、そうなの、はい、具体的な数字であったりとか、うん、まあ、こういうケースで購入になったりしましたっていうのをちょっと話したいなって思うんですけど。なるほど。ああ、OK。はい。では、それはいいねんけど、まず、福祉用具の選択制知らん人も、もしかしたら中にはいるかなと思うんやけど、簡単に説明した方がいいよね。そうですね。お願いします。まあ、福祉用具の選択制とは、2024年の4月から、こう介護給付費をね、抑えるためにスタートした制度なんやけど、縦杖、寒天杖、固定用スロープ、歩行器を特定福祉用具購入の範囲内で介護保険を使って購入できるっていう制度だよね。まあ今まで通りレンタルっていうやり方もあるんだけど、長く使う人は買った方が費用負担を抑えられるっていうメリットもあるし、ただその反面故障した時とかは修理にお金がかかったりとか、身体状況が変化した時に気軽に交換できないっていうデメリットもあるよねっていうのがこの選択制の制度やけど、前の動画でも話してたんやけど、後藤としては個人としてはそんな流行らへんのちゃうかなっていうのを僕は言ってたんやね。さあ、この制度が始まって3ヶ月経ちましたけど、この後藤のね、流行らないんじゃないかっていうのが当たってるかどうかですね、ちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど。一応まあうちの数字としては、後藤ライフクリエーションでは利用者が仮に2500人とした時にレンタルから販売になったケースって18件なんですよ。18件。なるほどな。いや、これって後藤さんの予想ではどうなんですか？多いんですかね？これ少ないんですか？いや、微妙やな。ちなみにどんな理由で購入に移行したケースがあるの？仮に4点税だと、まあ、経済的に見て長期レンタルで考えるとずっと使うんでやっぱり購入した方がいいっていうケース、他のサービスもなくて、ケアプランもなし、4点税の希望のみだったんで購入ってなったというケース。ああ、なるほどね、3割負担なので、まあ購入の方が経済的に安く済むというケース、でスロープで見ると8本ほどレンタルしていた方が購入の方がやっぱり経済的にはいいよねっていう判断になったっていうケースですね。あ、なるほどね。あとは単位数がオーバーしちゃってる利用者さんとかですかね。あ、なるほどね。っていうことは結構多くの方が、まあ、経済的な部分で、まあ、購入を選ばれたっていうことが多いんですね。そうですね。まあでも選べる選択性っていうのはいいですよね、利用者さんにとってもね。まあ、これで利用者さんが満足してるんやったら非常にいいなと思うんやけど、でも実際さ、この福祉用具屋さんの議論の中で結構手続き面倒なんじゃないみたいなのがいろんなところで話出てたりするんやけど、手続きどうなの？いや、そうですね、まあ、特定福祉用具購入の延長線上みたいな感じなんで、そこまでは手間かかってない感じですね。あ、そうなんや。じゃあ他の入浴補助用具とかと同じような感じでもう販売できるっていう感じ？そうですね、書式もそんなに変わってないので、そんなに手間はかかってないです。なるほど。ただ僕は X とか見てると、市町村の対応は場所によってこう全然違うから、選択制の申請に結構苦労しているところもあるみたいですね。そうなんや。ほんなら京都市は比較的、まあ、楽というかそのまま行ってる感じですよね。なるほどね。いや、後藤さん、これってね、続くと思わはります？
あ、この選択制が流行っていくかっていうこと、はい、うん、いや俺の意見は変わらず流行らないと思ってるな、まあ、今で18件やろ、こう新制度スタートって言ってこう熱を帯びてる時点で18件ってことは、来年になったらもう誰もやってへんのちゃうかなって思っちゃうんやけどな。いや、そうかもしれないですね。また状況に応じてこんな感じで動画にさせてもらうかもしれない。ああ、まあそれはそうよね、いいよね。了解です。今の知識とスキルで本当に大丈夫ですか？現場目線の知識やスキルを学ぶなら、後藤ライフクリエーションのオンライン新人研修を受講しましょう。詳しくは概要欄から。ちなみに今は多点杖とスロープ歩行器だけってなってるんですけど、うん、なんか今後は手すりとかももしかしたら入るかもって噂されてるじゃないですか。あ、そうね、うん、いや、後藤さん今後手すりとかって入ると思います？いや、結論入らないと思ってます。あ、それはなんでなんですか？これってさ、この選択制ってさ、こう財務省が財源抑えようって言って、厚生労働省が折衷案でこの選択制を出してきたっていうふうに理解してるんだけど、特定福祉用具購入の中に今後もこういうふうに項目が増えてくるのであれば、いや、今の上限の10万円上げろやっていう意見になると思うよね。ちなみに今回後藤ライフクリエーションで選択制で購入されたものの中で一番高かったものって何？歩行器で2万2000円なんですよ。せやろ、まあ2万2000円やったら現状の10万円の枠をそれほど圧迫せえへんと思うんやけど、今回の選択制の項目で選ばれてるのって基本廉価なものに限定されてるからね。これが高価なものやったらやっぱ上限10万円圧迫されちゃうから採用されへんのちゃうかなって思うけどね。だって俺たちがよく出してるあの置き型手すりのルーツサイドタイプでも7万すんねんて。置き型手すりに7万使ってしもたらもうシャワーチェアとかもう買えへんくなるやんみたいななっちゃうよね。さすがに財源抑えるために始めた制度で上限の10万円を上げるっていうことになったら本末転倒じゃないっていうのが後藤の個人的な考えです。あの、もしあの手すりが項目に入っても私のせいではないので皆さん怒らんといてください。でもこういうのって社内でも部下とかに教えるの結構難しいんですよね。制度のこととか、まあ、福祉用具の概要であったり介護保険の今までの歴史の部分とか、まあ、これどうやったらいいんですかね。まあ確かにな、まあ、大手さんとかやったらねそういう教育とかしっかりしてはるかもしれへんけど、まあ、福祉用具屋さんの8割が中小企業っていうふうに考えた時にこの教育の部分って難しいよね。ただまあそれやったらオンライン新人研修がいいんじゃないですか。まあ、次回のね9月度のオンライン新人研修はこの辺りにこう選択制実際どうなったみたいな内容も盛り込んでるので、まあ制度の部分であったりとかもっと数字の部分ですね、その辺りもパワーアップしてるから、またね皆さんの事業所さんでこう新人さんが入ってるのであればぜひ一度受けていただきたいなと思ってます。そうですね、概要欄から詳しい内容や金額はぜひチェックお願いしたいなと思います。はい、そしたら今日はこれぐらいで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。それではまた皆さん今後の動画もチェックしてください。ありがとうございました。バイバーイ。